はい、皆さんこんにちは。イマージョン実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。数日前にですね、トヨタが5000億の社債発行と、こうしたニュースが流れました。何に使うかっていうことなんですけども、SDGs ということで、トヨタが2019年からですね、本格的に取り組みをされてますけれども、今日はね、そんなお話をしたいと思います。まず自己紹介です。株式会社イマージョン組織開発のコンサルタント会社を経営して、私自身も現役のコンサルタントです。千葉商工大学の大学院で客員教授として経営学を教えています。人を大切にする経営学会常任理事事務局長として取りまとめを行っています。トヨタがですね、発表したプレスリリースの概要ですね、これをちょっとね、確認してみたいと思います。ウーブンプラネット祭っていうね、こんなことを発行すると、こういう発表でした。これはですね、 SDGs、もう SDGs に関しては、もう今更っていう感じがありますので、お話ししませんけども、持続的な、社会開発目標という形で2015年にですね、出されて、日本もですね、それに日本政府ね、本部を作ってっていう、なんか別の、YouTube に上げたと思います。そしてですね、この内容なんですけども、自分以外ですね、誰かのためにっていう、トヨタの創業からのね、育てていたトヨタフィロソフィーが入ってるんだと、いうふうに、トヨタ明夫さんは語っています。またですね、これはSDGs の基本思想ですけども、このフレーズね、どっかで聞いたことあると思いますけども、誰一人取り残さないと、そういう SDGs の精神で未来に向けた歩みを一歩一歩進めていくと決意、この2つをですね、これに思いを込めて、そして、集めた回収したお金はそちらの方にですね、使っていくと、こういう話ですね。このウーブンっていうのは織り込むっていうことなんですけども、これ何かっていうとね、もともとこれ創業者です。小学校の時にね、私も習った記憶がありますけども、トヨタ自動織機ですね、ここはある意味でトヨタ自動車の親会社なわけですけども、トヨタ佐吉さんですね、トヨタ佐吉さんが母親のね、仕事を楽にしたいと、こうしたですね、思いからこの自動織機を作ったってことなんですけども、その創業の精神をですね、継承して、もうこれね、今自動織機じゃないですから、人を中心にしたソフトウェア、それからコネクト技術ですね、ということで、物とか情報だとか技術をとかね、街をつなげて新しいサービスを、作っていくと、こんなようなことの構想を今ぶち上げているわけですね。そしてプラネットということなんですけども、これは地球単位の視点でですね、ホームプラネットという感じで、地球にですね、住む人に未来を貢献するということで、次の世代に美しい故郷を残したいと、こんな思いがあるそうです。こちらはですね、ちょっと詳細は説明しませんけども、個人の方と、それから外資ですね、だとか機関投資家、こちらの分で1000億、それから4000億という形で、こんなこと、交通事故とかね、サスティナビリティボンドだとかね、いろんな、これはもうちょっと専門用語も並んでますけども、詳細に関してはこんなことに資金を使っていくんだと、こんなふうに発表されています。これはですね、実はトヨタ明夫さんに言わせるとですね、自動車業界、ずっとですね、ヘンリー・フォードからですね、始まってずっとですね、歴史が作られてきたわけですけども、100年に1回のチャンスだと、こんなふうに言われてますね。これはホームページからいただいた資料です、写真ですけども、自動車が作る会社から、モビリティカンパニーにモデルチェンジをするんだと、まさにね、コーポレートトランスフォーメーションということで、こちらも、ニュースご覧になった方もいらっしゃると思います。私もね、この近くに行きましたけども、これ去年一昨年もう年2回行きましたけど、まだまだ建設途中でしたけどね、ウーブンシティという形で、もともとトヨタの工場があったところをですね、一つの町にしてしまうと、ここにですね、自動運転の車だとか、いろんなのがしてね、っていうような構想ですね。これも着々と進んでいるということですね。じゃあですね、この SDGs に取り組む理由ですね、町に見かけますと、たまにですね、カラフルなバッジをつけている方はいらっしゃいますけども、あれは何でつけているかというとね、例えばね、銀行協会なんかで一時期ね、この SDGs の普及のために6万個配ってるんですね。ですから場合によっては意味は知ってると思いますけど、細かいところまで知らないでつけてる方もひょっとしたらいらっしゃるんじゃないかなと思いますんで、ちょっとね、確認、今更って感じはしますけど、確認してみたいと思います。私ね、いろんな本をですね、仕事から読みましたけども、この間ですね、
まあ、笹谷さんですね、この笹谷さんの本で、あ、これ分かりやすいなと思ったもんですから読んでたらですね、私が今客員教授やってる、千葉商科大学と同じようにね、千葉商科大学の客員教授だったんですね。まあ、そんなことがあったんで、事務局長の方からですね、ちょっと取り持っていただいて1時間少し、お話をしましたけど、本当に的確で、私が今までそうですね、疑問に思ったこととか、本当にこれね、どのくらいね、続くのかなと思ったことが、まあ、ほぼ評価されたっていう方で、まあ、いい方と出会えたなと、このように思ってます。まあ、笹谷さんがね、おっしゃることをちょっとね、まあ、この本に書いてあることの要約で、本当に一部だけですけども、まあ、よかったらね、ぜひこの本を読んでみてください。本当に分かりやすいですからね。まずね、将来のビジネスチャンスになるんだということですね。まあ、今までですね、社会課題って言いましても、じゃあ何を我が社で取り組んだらいいんだなんてね、分かりにくかったと思います。ところがですね、17のゴールですね、これはもうね、これもいろんなところでありますから、ご覧になった方も多いと思いますけども、この目標にね、照らし合わせて客観的な議論ができる、あ、うちはね、じゃあ、ね、3番だとか5番だとかね、こういうふうに客観的な切り口ができたわけですね。ですから自社と関係あるものを洗い出して、ビジネスのヒントがこの中には満載にあるんだということですね。そして企業のですね、リスク管理の強化ということで、まあ、いろんなリスクがあります。まずつい最近もね、森さんがですね、ちょっとジェンダー発言で不適切な発言をされて問題になりまして、まあ、委員長変わるなんてことを、橋本さんに変わるなんてやりましたけども、人権リスク、環境リスク、法令リスク、まあ、調達リスク、まあね、こんないろんなリスクがね、企業にはいっぱいあるわけですけども、それを世界の共通言語を使って、まあ、理解するってこともできます。それから3番目、企業の持続可能性についての価値の、ね、向上を図るってことですね。まあ、こんなことがですね、我が社にとって持続可能なんじゃないかという考え方を見える化することができるんですね。まあ、こんなこともあります。あるいはステークホルダーとの関係強化ということで、お客様、仕入れ先がもしね、 SDGs に取り組んでいればですね、お互いですね、数字者同士で、まあ、話も共通言語ですから話が弾むわけですね。それからこれはね、もう国も、ですね、推してますから、まあ、政府にも本部長、前は安倍さんでしたけど、今は、菅さんに代わられて総理大臣になって、アクションプランを発信します。まあ、これもね、詳細はちょっとね、お話はできませんけども、限らず、まあ、ビジネスのイノベーションとね、それから地方創生、それからね、次世代の、ね、女性だとか、このエンパワーメント、まあ、こんなようなことで、計画が出されてですね、国も本腰を入れて取り組んでいるということですね。まあ、そして未来都市という形で、2018年から19年の間、日本で、ね、60のもう自治体が選定されて、未来都市構想、こんなことも進められています。そして社会と市場の、ね、安定化ということなんですけども、まあ、目標の16のように、ね、平和と公正ってこんな項目がありますけども、ルールを、ね、守ることはですね、健全な市場を育てること、こんなことにつながるのは当然のことですね。そしてですね、SD の達成、これはね、生産性を向上させたりとか、まあ、労働生産性を向上させたりとか、それから、環境の負荷をね、低減したりとか、あれ外部のですね、経済効果を、考慮をすればですね、2030年までに、まあ、年間ですね、12兆円ですね、あ、ごめんなさい、12兆ドルですね、で円に直すと約ね、1320兆円の新しい市場が創出されるんじゃないかという、こういう試算もされています。そしてですね、まあ、共通言語になりますから、どのような、社会課題に取り組んでいるかも分かります。そしてモチベーション、まあね、うちはね、こんなことに社会問題に取り組んでるなっていう、こんなこともね、分かるわけですね。そして、まあ、短期というよりもね、どちらかというと中長期的に好業績に影響があるということですね。それからブランディングにもなります、ね、共感を生むコミュニケーションツールとしても役立ちます。そしてですね、人材採用とか教育なんかでプラスになるということになります。まあ、最近はね、学生の方も学生さん、いわゆるね、新卒であれば応募してくる、ね、学生さんも、お宅はどんな、ね、SDGs で何番に取り組んでますかみたいな、こんな質問があるなんていうね、私の知人の経営者言ってましたけども、あ、もうね、かなりね、行き渡ってるんだなというふうに思いました。まあ、通常はですね、この SDGs のですね、進め方なんですけど、まず理解ですね、まだまだね、理解するっていうか、してる方っていうのは、まだまだそんな多くないと思います。そしてですね、理解して、
まあ、社会課題の把握だとか社会の共通認識を醸成していくのはこれステップ1ですね。そしてその中でうちはどれに取り組んだらいいんだろうと、これが重要だっていうことの抽出して優先課題をつける、これはステップ2。そしてじゃあこれに取り組む目標は何年までにこんなことだということですね。そして最後は経営の全体として統合していく、そんなことがまあことですね。そしてですね、このね全体の統合する際には経営戦略のまあ構築と、まあ、当然資源の配分ですね、そして推進進行の管理、そして SDGs を使ってですねいろいろ社内外に発信していくといったこともあります。まあその中でですね、今回なぜこれ取り上げたかっていうことなんですけど、今はねちょっと SDGs の基本的なことをおさらいしましたけども、ちょっと社会的な影響大きいんじゃないかなと思ってます。例えばね SDGs に取り組んでいる会社とはね優先的に取引すると、まあ今までコストだとかね、それから品質、ここは品質が良くてコストがいいからだから、そこの商品を使おうなんていうふうに、なってたのが、SDGs に取り組んでるかどうかも取引の条件ですね、前提になってくる、こんなことがね考えられます。まあ、特に自動車業界なんていうのはね、まあ、1時2時3時4時とずっとね重装工場で、協力会社がありますから、そんなところにも当然影響があるでしょう。そしてですね他業種、中小企業にも、まあ、当然ビジネス量の影響があるんじゃないかなというふうに思います。トヨタがね取り組み始めますと、あの必ずねいろんなところが取り組みます。これはもうすでに取り組んでますね。イオンさんも取り組んでます。イオンさんもねこの、持続可能な調達方針ということで2020年ですね、目標を掲げてやってますし、まあ、温暖炭素ビジョンですね、これは2050年で、上げてます。ドコモさんはですね、ドコモの地域競争という形で、地域課題に対してね、まあ、ICT 技術ですね、これを使ったソリューションを活用した解決策ということと SDGs 未来都市、こんなことをね作り上げるということで、まあ、こういう旗も上げています。まあ、中小企業に関してもね中堅、まあ、コミュニティっていうのを創生っていう形で、まあ、岡井伊佐さん、ちょっとね私も一緒に岡井社長と視察に行ったこともありますけれども、ソーシャルプリンティングカンパニーなんて言ってね、こちらも SDGs の賞なんかも取られて頑張られています。それから宮城っていうね日本橋ある会社、こちらもね同業者あるいは他業者同士でブランドを組んでねものづくりやったりとか、あるいは黎明藤井ですね SG セミナーを継続的にこれ福岡でやってるんですね、コラボを作ってどんどん新しいですね仲間を増やしていくと、こんなような動きもあります。ということでですね、まあ今日ちょっとねトヨタさんの、まあ、社債発行についてですね周辺で SG の解説もね基本的なことをしましたけども、ちょっとまとめをしたいと思いますけども、まあねいろいろねひょっとしたら早いで終わるんじゃないかなという方もいらっしゃいますけども、まあ、これちょっとね世界でね非常にね、まあ、浸透していっていることと、まあ、日本を代表するですねグローバル企業のトヨタが取り組んだっていう、しかも大々的に力を入れて社債まで発行したってことは SDGs は企業経営にとって重要なテーマにますますなってきてるってことはこれ間違いないなっていうことの、まあ、象徴的なニュースだったんじゃないかなと思います。そして SDGs を切り口にですね、まあ、ツールとしてもですね非常に分かりやすい、まあ、たくさんありますからね、絞り込むのっていうのはちょっとご苦労されるかもしれませんけども、切り口をあるだけでもね分かりやすいですから、ぜひ改革に進めようと、こんなこともあります。そしてね私もいろいろ私なりにですね、まあ笹井さんみたいな方だとかね、それ以外にも SDGs に取り組んでるね方、いろんな方と情報交換しました。私もね本だけ読んでじゃ分かんない部分があるんで、私はやっぱり一時情報が大事だと思ってるんで、書いた人に直接お話を聞くっていうのはある意味大事だと思ってるんで、そういう情報をしましたよね。私の結論はですね、一つは、教育研修で使えます。社員の問題発見だとかね問題解決の時に切り口としてね、使えます。ただね CSV 的にやるのはちょっと難しいです。ということでですね、SDGs はですね経営者自らがですね旗を振って、取り組むべき、まさにですね本当に M&A のね PMI で合併した後のコンサルテーションと同じように、実はですね、ものすごく難しいです。SDGs をね今度戦略的にやっていくのは難しいということは、もう経営者自らがね本気で取り組まないとなかなかね、まあ、成果にはつながらないと、こんなことも実感しました。ということで、今日はですね、トヨタ5000億社債発行で本格化する SDGs ということで、
ちょっと振り返ってみました。こうしたですねニュースになったような話を経営学のねことと絡めてお話をしたりとか、それから経営学の基本、それからですね、企業事例等々いろいろお話していきます。ぜひ一緒に学びましょう。お忙しい中今日もご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。